はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。もうすぐ6時ですね。もう真っ暗になりました。今50分です。さて、ですね、9月は28日土曜日ですけども、昨日ですね、石破さん総裁になり決まりまして、ですね、昨日の夜6時22分にロイターにこんな記事が出てます。石破新総裁、安保のエキスパート辞任日米同盟を米英並みにお前なあっていう感じのお前なあっていう感じ。何が安保のエキスパートやねんと。ちょっと読みますね。5回目の挑戦で悲願を達成して自民党新総裁に就任する石破茂氏は、安全保障政策のエキスパートを辞任する。日米同盟を米英と同等に引き上げ、日本をより自立した普通の国に変えると主張すると。改革校ですね。米英並みに日米同盟を引き上げることが私の使命。石破氏は今月23日、米ハドソン研究所の求めに応じて提出した自身の外交政策にこう盛り込み、日米安全保障条約を非対称総務条約から対等な条約に変えることを目指すと主張したと。あんた何考えてんのいわゆる NATO 型の条約に。日米安保条約と NATO の条約とどこが違うかというとですね、これはですね、NATO は総務なんですね。双方に義務があるという意味なんですね。例えばですね、NATO の一国であるスペインがですね、攻められたらですね、アメリカやイギリスはスペインを助けに行くというのがですね、NATO なんですね。一国が攻められたら全加盟国で対応するというのが原則なんです。で、たとえアメリカが攻められても、カナダが攻められても、ヨーロッパの国々はそれを助けに行かなきゃいけないわけですよ。そうでしょ。例えばですね、まあこんなことないと思いますけど、中国がグアムを攻撃したと。あるいはハワイを攻撃したと。そしたらヨーロッパの国々もそれを助けに行く義務があるんです。NATO の国々が。それが NATO なんです。で、日米安全保障条約はどうかというと、日本が攻撃されたらアメリカは助けに来ると。行かなあかんという義務が発生します。ところがアメリカが攻撃されても日本は助けに行かなくていいんです。そんなことできません。なぜか憲法の問題ですで、実はね、アメリカもね、安保条約よりもですね、 NATO 型の条約を日本に望んでるんですよこれはトランプみたいな人があからさまに言ってますよ。おかしいと。なんで自分たちだけ助ける義務があるんやと。しかしそれを突き詰めて考えていくと、結局アメリカが悪いんですよ。アメリカがですね、日本に対してですね、日本国憲法を押し付けたからなんですね。だから日本はアメリカを助ける義務はないんですよ。お前ら、俺らたちが守ったる代わりにお前ら軍隊持つなというのが日本国憲法で、それをアメリカ人は日本に押し付けたんですね。アメリカの占領されている最中にですね、これが憲法案やって渡されてですね、そこからほとんど変更なしに日本の国会がそれを承認したのが日本国憲法で、だから恐ろしくいびつなんですよ。だから占領が終わったですね、1943年にですね、それはですね、48年にですね、それはですね、国会でですね、一切無効にしなければいけない。なかったのをずっとサボってる。その回なんか変なやつらがいっぱいできたわけですよ。護憲勢力という憲法大事、憲法大事、これが日本の平和を守ってるという人たちが出てきてですね、なんかですね、おかしなことになってしまったんですね。だから今日本は憲法をですね、変えられない。憲法の条項でですね、国会議員衆参ともに3分の2が発議しなあかんわけですよ。憲法改正を。で、国民投票するって非常にハードルが高くなってる。一回もやったことないですよ。そのですね、日本国憲法を改正してですね、9条戦争を放棄するという条項をなくしてですね、で、自衛隊を国軍として認める、まあ、名称も変えた方がいいですよね。日本軍にした方がいいですよね。に変えてこそですね、NATO 型の条約をですね、アメリカと結ぶことができるんです。このおっさん、そういうことを言わずにですね、米英並みと言ってるわけですね。米英は対等ですからね。いや、アホちゃうかとそれを言うんやったらまず憲法改正やろと。いや、こいつだからですね、とんでもないやつかもしれませんよ、石破というのは。そらね、日米型の日米安保条約型というのはですね、アメリカ軍がのさばってるわけですよ。
あいつらパスポートもなしに日本に入ってきて自由に遊び回ってるわけですよ。でもそれはしゃあないねん。それはアメリカが日本を守ってくれるからですね、日本はその程度のことは受任しなければいけないんですよ。なのにですね、何が米型やねんって、なんかこうこいつ変ですよ変ですよその細かなね、ミサイルの性能がどうとかって言ったら関係ないのもん。そんなもんは使用マッセットなんですよ。この石破というおっさんはね、多分気を見て森を見ない人なんですよ。だからですね、部分的に見てこんなおかしいって、日米キッチン協定がおかしいとかって言うてるわけですよ。こいつもしかしたらですね、外交ができないかもしれません。外交っていうのはですね、安倍さんが名言がありますね、地球を俯瞰する外交。つまり大きく地球を見てなければですね、自分たちの立場がどうなってるのかって分からんようになってしまうわけですよ。安倍さんはそれができてましたね、地球を俯瞰する外交。だからクワッドなんていう構想を作ってですね、アメリカとオーストラリアとインドを乗せてしまったんですよ。緩やかな同盟ですよね。石破というのはそういうことよりもどのミサイルがどこまで飛ぶとかですねどの、 武器がどういう性能があるとかですね、そんなことばっかし考えてるようなオタクなんですよね。つまり気を見て森を見ない。あいつ危ないんちゃうかほんまにと何が日米同盟を、ね、日米安保米同盟やねって。その前にね、憲法を改正してという枕言葉をつけるんであればまだわかりますけど、憲法を言わずしてですね、日米安保が米同盟になるわけがないんですよ。なんでそんな簡単なことわからんのでしょうね。こいつだからひょっとしたら危ないやつかもしれませんよ。だからこいつが総理大臣ですからね。で、多分アメリカは今ね、必死でこの石破さんを研究してるんですよ。もう資料はありますからですね、どういうふうな政策を取るかということをですね、多分アメリカ研究所を持って、もしかして危ない認定をされたらですね、しばらくアメリカには呼んでもらえませんよ。ちょっとアメリカは様子見に入りますから、そういう場合はですね、とりあえずこいつは変わるのを待とうという姿勢になるわけです。これ本気でこれを考えている、考えてきたんでしょ、この人。やっぱりちょっと危ないんちゃうのかなと。分かってるつもりで分かってないやつが一番危ないんですよ。進次郎みたいにね、進次郎がね、まだいいところはね、あいつ自分がアホやということある程度気が付いてるんですよ。ある程度気が付いてるから最高のスタッフをとかで言ってたでしょ。つまり自分で決めたら危ないからですね、賢いやつをみんな周りに置こうとしていたわけですよ。ところがこの石破さんという人は自分が賢いと思ってるんですよ。こいつは危険ちゃうんかなという気がしますけどね。なんかこう、いろんな機能からね、いろんなニュース出てきてますけど、ますますなんかこいつ危ないんちゃうかなと、ニュース読むたびにそう思ってしまいますね。はい、ということでこのロイターですね、日米同盟を米並みにおい頼むわほんまにほんまにと、このですね、今読みかけましたページのアングルを貼っておきます。はい、皆さんどう思われていました。